ある角度から見てみますと、高岡壮介は男と解釈できそうです。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。最短駆けつけ2時間特殊清掃遺品整理。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容をまるまる信じないように注意してください。本日の話題は高岡壮介さんについてでございます。僕は一度新地で隣の席になったことがありますね。某 P というクラブが入っているビルの C というクラブで、とある社長さんの付き添いで行った時にちょうど隣に座ったんですよね。まあまあかっこよかったですけどね。その高岡壮介さんについて、最近よくマカロンをいただきますので、そちらをまず読んでいきましょう。高岡壮介氏が元妻の宮崎葵の暴露を否定しました。心配ご無用、彼女に対してはなし、感謝のみ。本当でしょうか、何らかの取引があったのかなかったのか、当事者のみ知るですね。怪しい。次、あの高岡壮介が第二のガーシー化しているそうです。どうせ炎上狙いでしょうけどね。次、高岡壮介さんが長渕剛さんや小栗旬さんを利用して必死に構ってもらおうとしていますが、あの人はそもそも反社ではないでしょうか。宮崎葵さんももともとそっち系ですよね。その辺の闇は暴けませんか。よろしくお願いします。最後もう一通。最近高岡壮介がちょろ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 しててキモいです。もともと関東連合のくせに男らしさがないしかっこ悪いです。はい、4名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました。皆様ありがとうございます。高岡壮介さんは確かにかつて関東連合とズブズブの関係だったという噂が今でもネット上にはよく書かれています。ここ数年では高岡さんご自身が YouTube チャンネルに出演し、ご自身と関東連合との関係について赤裸々に語られるようになりました。そこで今回は囁かれています噂や高岡さんご自身が語られていました情報をもとに、高岡壮介さんと関東連合の関係というテーマで語らせていただきましょう。それでは本日の項目です。項目1、高岡壮介さんのプロフィール。項目2、撲殺された関東連合の警視と西新宿事件。項目3、高岡さんと関東連合の関係。項目4、永山絢斗さんをかばう発言の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、高岡壮介さんのプロフィールです。まずはいつものように高岡さんがどんな人物なのかを見ていきましょう。高岡壮介さんは1982年2月8日生まれの日本の元俳優、元格闘家です。東京都出身、血液型 B 型で身長175センチでございます。東京で生まれ、中学の頃に千葉県に引っ越しました高岡さんは、中学3年までを千葉で過ごしておられます。千葉県の鴨川第一高等学校に入学したものの、すぐに中退し、中退後1ヶ月間アメリカでホームステイを経験しました。アメリカから帰国後、一人暮らしを始め、友人の紹介で読者モデル活動をスタートさせています。その頃定時制高校へ入り直しました。定時制高校に通いながら、ラーメン屋の住み込みのアルバイトと読者モデルをしている苦学生とテレビ番組で紹介されましたことがきっかけでスカウトされ、芸能界入りを果たしました。1999年に連続ドラマ天国のキスでデビュー後は、映画バトルロワイヤル、パッチギ、ルーキーズなどヒット作に多数出演されました。2007年6月15日、女優の宮崎葵さんと結婚します。2011年7月23日にツイッター上で、フジテレビは過剰な韓流推しをしていると批判し、さらに日本で活動している韓国人タレントを批判します文章を投稿したことで炎上し、同7月28日をもちまして所属事務所でありましたスターダストプロモーションを離れることになりました。そして2011年12月28日、宮崎葵さんと離婚を発表しました。2016年7月7日、三軒茶屋近くの路上で20代の男性に対し顔面を数発殴ったり、腹を蹴るなどして軽傷を負わせたとして傷害の疑いで逮捕されました。こちらの件は1月27日示談が成立し、不起訴処分となっています。2017年3月末でジャパンミュージックエンターテインメント E コンセプトを退社し、フリーランスになります。2018年11月一般女性と再婚して、すでに2児の父になっていることを公表されました。2020年8月3日俳優業を引退することを自身のインスタグラムで発表します。2022年6月12日狂犬21で格闘家デビューしました。同興行のメインカードを務めまして、65キロ契約のキックボクシングルール2分3ラウンドで YouTuber フォーカードトミーと対戦し、3対0で判定勝利しています。続く2023年1月7日狂犬22でデビュー2戦目を迎えまして、権藤翔一さんとの対戦で3対0の判定で2連続勝利をした後、格闘家としての引退を表明しており、現在は俳優と格闘家を共に引退されてフリーランスで活動されています。
以上が高岡さんの紹介でした。こうして確認していきますと、なかなか波乱万丈でいろいろなことに挑戦される方という印象がございます。そこまでのキャリアを大胆に捨てて転身する行動パターンから感情の浮き沈みがかなり激しい方であることは間違いなさそうです。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に撲殺された関東連合の警視と西新宿事件です。高岡さんがなぜ関東連合との関係が深かったかと言いますと、金村隆博さんを兄貴分と慕っていたからです。まず金村さんがどんな人物だったのか、彼にまつわる事件について確認していきましょう。金村さんの本名はキム・ガンホンと言いまして、1975年12月20日生まれで32歳で亡くなられております。東京都新宿区西新宿の出身で、高校中退後は父親が経営しておりました韓国食材の輸入卸売りをする一力物産という会社に勤務されておられました。暴力団員ではなかったものの、関東連合などの半グレ集団と親交が深かったと言われております。筋トレが大好きで、鍛え抜かれました体は彼のトレードマークでした。身長があまり高くなかったようで160センチに満たなかったと言われております。また金村さんは暴走族狂乱連盟に所属していたことがございます。その流れで関東連合の面倒を見るケツ持ちを任されることになりました。暴力団に所属はしておられませんでしたが、関東最大の半グレ集団関東連合の面倒見役を務めますからには相応のそっち系の人脈の持ち主だったということでしょう。それでは金村さんがどういった理由から32歳という若さで亡くなるに至ったのかを話していきます。なおここからは暴力描写およびかなりグロテスクな描写なども含まれますので、苦手な方はこちらの項目をスキップしていただけると助かります。金村さんは西新宿事件で逮捕されました。西新宿事件というのは2008年3月16日に西新宿の路上で金村さんが金属バットを持つ複数の男性に襲われた事件でございます。金村さんは病院に搬送されましたが、5日後の3月21日に脳挫傷により亡くなられました。西新宿事件の発端になったと言われる事件が別にございます。2008年3月14日、金村さんは関東連合のメンバーと東京都港区のちゃんこ料理屋さんで食事を楽しんでおられました。その場には反関東連合勢力の内越スペクターの三宝閣 T が所属しており、山口組あきら連合会の組員数人が偶然居合わせており、些細なことから口論へ発展しました。天外に出た両者ですが、関東連合側に立ちました金村さんはあきら連合会のリーダー格を素手で倒しました。あきら連合会は全員その場から退散します。もともと関東連合と対立していましたグループの一員へ金村さんが暴力を振るいましたことが西新宿事件へとつながることになるのです。西新宿事件の前日3月15日に金村さんは関東連合の当時トップでありました見立新一氏のバースデーパーティーに参加しています。日付が変わりました翌16日の午前6時頃にパーティーは閉められました。そして金村さんの自宅付近の西新宿の路地を歩いているところ、彼は突然襲われまして金属バットで殴打され続けました。近隣住民からの証言では、殺せ逃がすなという怒声や助けてくださいごめんなさいなどの悲鳴を聞いた者もおり、かなり嫌悶だった様子が伝わってきます。目撃者によりますと、犯人たちは目出し帽をかぶりました十数人の男たちで、逃げる金村さんを執拗に追い回しながら金属バットで滅多打ちにするなど集団暴行を加えた後、近くに停車していた数台の車で逃走しています。金村さんは病院に搬送されました時点で全身血まみれの瀕死状態でした。その時点ですでに意識はなかったそうです。金村さんを襲う時は頭を集中的に狙おうと示し合わせていたように徹底して頭部を攻撃され続けました。そのため発見時には頭部から脳がはみ出していたと言われています。病院に搬送されました時点ではまだかろうじて息はあったものの、そこから5日後の3月21日に亡くなられております。死因は脳挫傷です。西新宿事件の犯人は特定されていませんが、金村さんと因縁のあった反関東連合新宿ジャックスを取り仕切っていました木村太一郎氏と木村浩二郎氏の木村兄弟が首謀者であるという説を支持される方が少なくありません。兄木村太一郎氏は喧嘩が強く強胆な性格の持ち主で、弟浩二郎氏は腕っぷしだけではなく知略にも長けており、兄弟揃ってカリスマ性抜群という噂もあります。なお西新宿事件の2日前のちゃんこナビアでの騒動直後に、木村浩二郎氏は関東連合幹部の石本太一氏に殴り込みをかけました。石本氏が金村氏へ電話を通じて宣戦布告したことが西新宿事件につながったとも言われています。金村氏を兄のように慕っておりました高岡さんのショックは相当なものだったでしょう。今でも高岡さんの家には元気だった頃の金村氏の写真が飾られているそうです。それでは次の項目です。
項目3、高岡さんと関東連合の関係です。高岡さんが関東連合の人たちと親睦を深めるようになった理由として、まず彼のバックボーンを見ていく必要があります。高岡さんは決して恵まれた幼少期を送ったわけではありませんでした。ご自身で大人が信用できない子供だったと語っておられ、小学校時代に担任の教師から言われのない疑惑をかけられ、深く傷ついたこともあったそうです。小学校時代に大人への不信感が芽生えました高岡さんは、中学になりますと野球部に入部するものの2年で退部しています。その後はどんどんぐれ始め、喫煙をしたり無免許でバイクに乗るなど素行が悪くなっていきました。東京で少しやんちゃをしていました高岡さんは、学生の頃は関東連合と直接的な関わりはなかったものの、有名な不良という認識はすでにその時からあったようです。当時はアパレル業界やファッション雑誌が関東連合を一種のアイコンとして持ち上げたこともあり、あの人たちはかっこいい、仲間になりたいと憧れる若者が少なくなかった時代でした。高岡さんへ興味がありました金村さんは、アパレル業界の人脈を通して知り合うことになります。高岡さんが金村さんと初めて会ったのは、高岡さんが20代前半の頃でした。高岡さんの代表作といえば井筒監督のパッチギですが、こちらの作品では在日の人たちがリアルに描かれています。金村さんご自身が在日の出自というのはその界隈で有名ですが、パッチギの中で準主役のリ・アンソンを演じました。高岡さんを見て強く引きつけられるものがあった金村さんは、この役者はすごくいい、ぜひ一度会ってみたいと切望するようになったと言われています。知人から金村さんがパッチギを見て、あなたに会って話したいと言ってるよと伝え聞きました高岡さんは大喜びしました。ぜひ自分も一度会ってみたいとなり、顔合わせをしたというのがお二人の出会うまでの流れになります。馬があったお二人はすぐに兄弟分になりました。金村さんご自身は関東連合に所属していたわけではなく、ある時期までは関東連合とそこそこ距離を保ちながら接し続けていた人だったようです。いかつい見た目の金村さんはかなりヤバそうな人という印象を持たれやすい人物です。ただし実際に接しました高岡さんからしますと、お酒やタバコをしない人で、漫画や映画など文化的なものが好きなど一般的な不良のイメージとは異なっていたとのことでした。金村さんからある年のクリスマス、ちょっと付き合いよと言われました高岡さんは出向きました。急になんだろうと少し不安を覚えつつ、高岡さんが言われた場所へ行きますと温泉に行こうと誘われ、金村さんと温泉旅行へ出かけました。温泉旅行の上空の星空が美しく、金村さんは高岡さんに、お前も将来大切な人ができたらこの場所へ連れてきて星空を見せてやれよと優しく語られたそうです。金村さんはそのマッチョな見た目とは裏腹にロマンチックな一面の持ち主だったようです。一般的に不良と言いますとドラッグを売りさばいたり自ら使ったりと荒くれたイメージがあります。しかし金村さんはドラッグに一切関与していなかったと高岡さんは主張しています。もちろん高岡さんに見られない場所で悪事に手を染めていた可能性もあるでしょうが、少なくとも高岡さんがいる前ではドラッグをしたり密売に関与している様子を見せたことがないのは事実のようです。金村さんの葬儀に参加するほど彼のことを慕っていました高岡さんは、終始自分に対して金村さんが敬意を持って接してくれたと感謝を込められて語られておられます。ちなみにこの金村さんのお通夜や葬儀には何人かの有名タレントの姿があったと実名を伏せた上で高岡さんは語られておられました。センシティブな性格の高岡さんはずけずけと距離を縮められ、自分の中に入ってくる人を避けるタイプと自己分析されています。金村さんの丁寧な接し方がずっと続いたことでお二人は良好な関係を保てたのでしょう。よく反社の世界では自分の凄さをアピールするために婚姻している有名人を呼びつけて、ちょっと今から顔を出してくれと命じることがあります。しかしながら金村さんは高岡さんに対して一度もそういった振る舞いを見せなかったと言います。金村さんは自分が嫌なことをしたことはなかったと高岡さんは振り返っておられます。金村さんと付き合ううちに関東連合の人間ともつながりができました。彼からしますと金村さんの関係も含めまして絆や友情といった表現をされるかもしれません。しかし一般人から判断しますと関東連合は何のためらいもなく法を犯すため恐怖の対象でしかありません。西新宿事件で金村さんが病院へ搬送された際、高岡さんの元へ連絡が入ったそうです。兄弟分が襲われて重傷だと聞きました高岡さんは急いで車を飛ばして病院に駆けつけます。そこには関東連合の人間もたくさんいました。関東連合の人間からお前はこんなとこに来ちゃダメだ、帰れよとその身を案じる言葉を高岡さんはかけられました。自身のタレント生命よりも仲間の危機を見捨てることができない彼の性格が出ているエピソードです。ただし金村さんと親しくなったことであいつは関東連合とつながっているヤバい役者と高岡さんのタレントとしてのイメージに傷がつき、その後の役者引退へつながっていきました。ある角度から見てみますと
高岡宗介は義に生きる熱い男と解釈できそうです。それでは最後の項目です。項目4、永山絢斗さんをかばう発言です。2023年6月16日に永山絢斗容疑者が大麻取締法違反容疑で逮捕されたのをご記憶の方もおられるでしょう。高岡さんがこちらの事件へ言及したことが話題を呼びました。インスタで瑛太の弟存在感あるよね、瑛太の弟ってことですぐ覚えたのもあるかもしれないけど注目してた、お兄ちゃんはもう役者としては一流だしね、なんか息抜きしてたんだろうね、またここから頑張ってほしいねとエールを送りました。芸能界には大麻以上の習慣があることへの怒りを隠さない高岡さんはもみ消して何のお咎めもなしに平然と自分の映画 PR できる世界現実、素朴に誰の迷惑もかけずに芝居に向き合っている才能ある俳優を吊るし上げる、健人くん頑張れよくじけないでなどと投稿を続けました。そしてこんな一俳優の可愛い遊びで極悪人みたいに絶対したらダメ、毎日報道していたらものすごい犯罪者みたいに見えるだろうけどそんなことないですからと擁護した後、ジャニーズの方がよっぽど悪だろうにと矛先を故ジャニー喜多川氏によります性加害問題で話題のジャニーズ事務所へと向けました。高岡さんは V6 の岡田純一さんに元妻の宮崎葵さんを奪われました過去があることからジャニーズ事務所へただならぬ敵外心を抱いていたのかもしれません。かつて高岡さんはツイッターで旦那が海外に行っている最中に人妻に手を出す不倫男もいる、闇これが芸能界とつぶやいたこともございます。すでに関係が破綻していたとはいえ愛妻を奪い取られました恨みをまだ忘れていないようです。大麻についてはそれほど依存性がない安全な薬物と語る方もいれば、大麻の服用がきっかけでその後さらに強い薬物へ手を出す危険性が高いという踏み石理論を語る方もおられます。世間は大麻で逮捕された俳優をかばうという行為にやはり眉を潜めるものです。また格闘技の試合をされた際に上半身に入ったタトゥーを隠すために長袖シャツを着ておられましたが、やはりたくさん入ったタトゥーを見るとやっぱりそっち系の人と引いてしまう人も多いでしょう。今回高岡さんと金村さんの関係性を紐解いたことで、どういういきさつでお二人にご縁ができて高岡さんと関東連合の人間とが知り合ったのかが判明しました。いくら深い絆があっても親交のあった半グレ集団の一員が一般市民を脅かしたり傷つけたのは事実です。高岡さんがイメージダウンし俳優業を辞めざるを得ない形になったのはコンプラ重視の今の世の中では仕方ない気もします。マカロンにありましたように2023年6月頃にはかつての共演者であります小栗旬さんや綾野剛さんへの暴露を行ったことから第二のガーシーとも称されました。高岡さんは劇場化で危うい方向へ傾くことが少なくありません。しかし彼がかなりのポテンシャルを持っていることは皆さんもご存知の通りでしょう。まだ40代とお若いですので、今後また大きな花火を打ち上げることも十分に考えられますから、彼の動向に注視しておきましょう。はい、というわけで今回は高岡宗介さんと関東連合の関係について解説させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金、すべて無料ですから気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。